おすすめ度とかね、お伝えしたらなと思っております。肩が悪い、皮が悪い、もう俺むちゃくちゃ嫌いです。買ってしまうと失敗する確率がかなり高い。めちゃくちゃいいグローブで、めちゃくちゃ流行ると思うんですよね。はい、どうもクレイジーピーでーす。本日の動画は前回引き続き、おすすめ度とかね、お伝えしたらなと思っております。今回はスラッガーザナックスマーゴ、これもあくまでもね、はい、僕の考えっていうことだけ頭に入れて聞いてください。参考になればと思って出してるだけなので、これが全て答えだとは思わないでください。ということで早速始めていきましょう。せーの、お願いします。まずスラッガー、クォータスラッガーからお話ししていきましょう。僕の第一印象、今じゃなくて昔のね、肩が悪く、皮が悪く、形も決まってなくて、手口が狭くて、もう俺むちゃくちゃ嫌いだったっす。湯もみばっかりするし、もうむちゃくちゃ嫌いやったんですよ。こんなもん使うかとか思って。まあまあ今となればね、こういった L7 とかね、オーダーもしちゃってますから。はい。で、今のね、イメージとしては、スラッガーさん、上位クラスとのはっきりしたね、分け方っていうのはしてないんですよね、やっぱスラッガーさんは。で、あと少年用。スラッガーさんも型番がかなり多い会社なので、パッと見で選んで買ってしまうと失敗する確率がかなり高い。スラッガーさんは加工ありきのメーカーなので、加工し終わったの後の革だと全然違うので、まあやっぱゴールがなかなか見えにくいっていうのがスラッガーのグローブですね。まあ、加工し終わるまでちょっとわからなかったりするので、まあ、その辺は難しいのかなと思います。まあ、扱いにくくて可愛いやつっていう印象があります。だから、いいグローブ、なんですよ。めちゃくちゃいいグローブなんですけども、まあ扱いにくさで言うと、まあトップクラスを走るんじゃないかなっていう感じ。買った時と本当に、肩をつけ終わった後のグローブが顔が全然変わってくるので、その辺を分かった上で購入しないとちょっと痛い目を見るんじゃないかなと思うグローブではあります。あとオーダーについてなんですけども、オーダーはむちゃくちゃね、融通が効く。だからラベルとかもめちゃくちゃいっぱいあるし、あとウェブとかのね、こういったところにも刺繍入れたりできるし、こうやってね、多色使ったりもできるので、他の大手メーカー、マジで真似した方がいいぞ。これは、声大にして言える。あと、これほど、軟式用と硬式用でズバッと分かれて、まあ、最近ね、硬式用と軟式用あんまり見分けがつかないようなメーカーも結構あったりするんですけども、軟式用は軟式で使えるし、硬式は硬式でしか使えない。もうはっきり硬式用と軟式用が分かれてるっていうのも、このスラッガーじゃないかな。大きいのから、まあ、ちっちゃいのまで幅広く展開してるのがこのスラッガーですね。いいものはむちゃくちゃいいので、まあ、いいからプロが使ってるっていうのもあると思うんですけども、好き嫌いがもうむちゃくちゃあるグローブだとは思っております。加工してない革だけでね、ちょっとイメージするのはナンセンスなのかなって今の僕は思います。昔の僕はそのナンセンスなことをやってました。ぜひ皆さんもね、一度ね、片付けする前のグローブ、片付けした後のグローブ、一度ねまじまじと見てみたり、手にはめてしてみたり、ぜひぜひお願いしたいですね。スラッガーの僕のおすすめ度は 75% ですね。はい、で続きまして、ザナックス。はい、ザナックスはね、軟式用も硬式用もすごい言えるんですけれど、まあ、はっきりしすぎから、もうむちゃくちゃはっきりしてるし、トップのいいグローブと、もう、下位のグローブの差がむちゃくちゃ激しい。これは間違いない。ただ、トラスト X になると、品質はバンと跳ね上がります。日本を代表する職人さんが作ってるので、むちゃくちゃいいグローブ。そういうのを使うと、めちゃくちゃいい。これは間違いないです。ピッチャー用だけじゃないんですよ。キャッチャーミットも、ファーストミットも、内野手用も、外野手用も、むちゃくちゃいい。ただ、型番は少ない。藤川球児選手が使ってたので、まあ、ピッチャー用ってイメージが結構ついてるんですけれども、高校生とかに最近人気になってきてるよね。なので、ザナックスはね、すっごいいいんですけど、ザナパワーとかになっちゃうと、むちゃくちゃ残念。質が変わっちゃうっすね、やっぱり。で、バック前オーダーしたんですけど、色の入り方がね、ちょっと甘かったりとか、その辺の差をね、もっとね、縮めれたらいいメーカーになると思うし、まあ、価格帯もね、めちゃくちゃ高いのからめちゃくちゃ安いのまでありますよ。価格帯を守りながら、グローブの質が近づけば、めちゃくちゃいいグローブで、めちゃくちゃ流行ると思うんですよね。上のクラスで、あまり差のないようなね、グローブを使っていただければと思います。おすすめ度 75%。 オーダーにどういったことがあるのかっていうのね、あまり知られてない。大々的に知られてないっていうのがあるし、マイナーメーカーっていうのもあるんですが、はい、でもすごいいいグローブなので、75点、トラストだけでも取れるっていう感じですね。ちょっと上と下の差をね、ちょっと縮めてください。よろしくお願いします。
次、最後ですね。マーゴン。まあ、第一印象もクソもないんですけど、いろいろな人がね、手が加わって作られたグローブなんですね。で、結構僕も前から知ってまして、オーダー始まる前、セミオーダーの時から、プレオーダーで作らせていただきました。マイナーメーカーなので、型番っていうのはすごい少ないです。はい。まあ、内野手用数種類、外野手用数種類、ピッチャー用、で、ファーストビット、キャッチャービットはやってません。そういったメーカーなので、前と比べるものではないんですけれども、まあ、すごいいいグローブだったので、ちょっと紹介したくて。で、マーゴさんっていうのは、町田さんが監修してね、僕結構手がでかいんで、最初マーゴさんのグローブ、むちゃくちゃちっちゃくて、オーダーしてみて、手のフィット感だったりとか、指袋めちゃくちゃタイト設計になってて、こう振っても、落ちないですし、使っていくうちにね、まあ、手に全部吸い付いてくれるような使いやすいエースのグローブになっているので、ぜひね、皆さんも一度手に取ってみてもらったらなぁと思います。はい。定番も少ないし、オーダーも最近始まったところなので、めちゃくちゃいいグローブを作ってるっていうのをちょっと伝えたくて、落ちないですし、玉はみカットとかでオーダーもできますし、いろんなオーダーのね、わがままを聞いてもらえるようなメーカーですので、マーゴをね、手に取る機会があったらマーゴを手に取ってみてほしいと思います。革によってもね、結構ランクが変わってくるので、その辺とかもね、加味しながら見てもらえればと思います。マーゴのおすすめパーセントは 80%、 マーゴさんは最高ということで、この動画以上にしたいと思います。この動画良かったなと思う方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。次のまでいきましょう。せーの、ありがとうございました。バイバーイ。